はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ。気温32度、水温29度。今日は石垣島の西側、御神崎、屋良部、名蔵湾エリアでスリーダイブ楽しんできました。風も穏やかで天気も最高、絶好のダイビング日和でしたが、僕は今日は船上待機でお掃除当番をさせていただきました。非常に暑かったです。一方、ダイビングチームは御神崎エリア、穏やかなブルーの海が待っておりました。ここのところ毎日天気が良くて風も穏やか、ちょっと怖くなってくるぐらいです。カラッとした秋らしい風でとっても過ごしやすいですし、水中はまだまだ水温が29度と非常に快適に潜らせてもらってます。屋良部エリアではノコギリダイや赤ヒメジの群れ、たくさん群れて綺麗ですね。そして初めての石垣島旅行のゲスト様、記念に隠れ熊の実と写真撮影。普段は関東エリアで潜られている方なので、向こうとは見れる魚が違うので新鮮だったそうです。他にもアオウミガメにもたくさん会えたそうです。いつの間にか石垣島はウミガメの島と言えるぐらいウミガメが多くなってますからね。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。